それはね、なんか昔キアラがねカラオケで歌ってて、昔っていうか僕コラボ入ってからだけど、それで初めて聞いたんだよね。私はもう本当にそこら辺で止まってるんですよ、最新曲が。あと脱法ロック、脱法ロックも言うて最近ぐらいボカロを聞いた、最新曲みたいなの聞いたことなくて、昔の曲はよく聞くんですけど、脱法ロックがマジで好きで、一時期脱法ロックばっか聞いてた。脱法ロックマジよくね。テンションがイエーイってなる。ワールドイズマインってなんだっけ、ワールドイズマインってなんだっけ、あれだよね、わかるわかるわかるんだけど。あ、世界で一番お姫様、みんな知ってるの、みんなさ大体知ってんだよボカロは。キアルちゃんに歌ってほしい、それは。なんかリサとかキアラみたいな顔の系統ってお姫様みたいじゃないですか、こう二次元のお姫様みたいだから、なんかわがままな姫の歌を歌ってほしい。なあ、かわいいよね、だって。その1てて てて歌詞全然わからんけど、世界で一番お姫様、すずず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 悲劇なジュリエットにしないで、ここから連れ出して、そんな気分よ。私は何を聞いてるって今言った？ね、ネルさんのやつが好きで、私はロストワンとかハウトゥー世界征服とか再教育とか、あとなんだろう、あとはちょっと待ってね、よいしょ、東京テディベアとか懐かしくね、東京テディベアとか。やばいよ、やばいよね、本当に本当にやばいよね。ヤンキーボーイ、ヤンキーガールとか知ってますか？なんでなんでってさっきだって、君の正義は何なのって、ヤンキーボーイ、ヤンキーガール。え、うごめも夏いよね。エイリアン、私エイリアン、あなたの心を惑わせる。懐かしいよね。私はダブルラリアットが好きなんです。目が乾燥してきちゃった、やばい、眠くなってきちゃった。早っ、しかも眠くなるの。なんかバカだから私、いや昨日何時に寝たと思う、私やばいんだよ。はい、
4時5時。うわ、まだ正解はないですね。あ、まだ正解はないです。あ、正解はないですね。あ、ありました、正解が。正解は10時半です。ウケる、ウケる。どっちかなんてそんなご想像にお任せしますねえ。一緒に寝るんだもんね。いや、だから眠いよね、そりゃ。何時にね、起きたかはね、覚えてないけどね。何時だろう。まあでも、まあ別にそんなに。若いから。でもお昼過ぎぐらいに起きたよ。元気マンだよね、私が。ワンの声で起きることないの？いや、寝てたよね、君。一緒に。なんなら私がこう行きましょいって言ってこうあれしても、なんか目がなんかこんなんだったから、あんたが一番眠いんじゃないの？眠いんじゃないの？人とお話ししてるのが嫌だっていつも言うんですね。元気まーん。やばい、顎にくっついた。マンはお腹空いてないと静か。確かに。